どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこのちっちゃくて薄い G ラボの薄レレウクレレガズモデルを使いましていろいろな曲に挑戦していきましょう。さあ皆さん音楽を始めましょう。今日はですね、まさに今歌いたい曲、もうねまさに今ですよ、これです。ドン、キャンディーズの春一番、こちらの曲、これはですね最高です。何が最高ってね、もう一言で言うと歌いやすくてですね、もうシンプルな曲なんです。つまりですね、簡単でございます。これは嬉しいやつです。もう全開で心を込めて歌っていきましょう。この有名な曲ですから、もちろんガズレレ YouTube チャンネルで過去に一回取り上げています。2018年だったんで、もう4年か5年ぐらい前になっちゃうんです。今ね、見るとちょっと分かりづらいんで、今回2022年バージョンで、さらに分かりやすく、さらに簡単に、さらにかっこよく、しかもちょっとね、前回やった時より、長いバージョンでやってみようと思います。はい。いつものように2バージョンでいきますよ。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしているガズレレ流超シンプル簡単バージョン。コードはですね、6個でした。入門コード6個。嬉しいなぁ。はい。これ思いっきり歌っていきます。これ初心者の方も大丈夫なやつですから、ゆっくりやっていきましょう。後半はかっこいいバージョン。かっこいいバージョンはですね、軽やかな8ビートのチャのリズムなんですけど、途中の感想のところのフレーズをですね、弾いちゃおうということで、タブーを使って解説していこうと思います。こっちはね、流れに乗ったような感じで、やっぱり、春一番で風が吹くわけじゃないか。その風に乗ってるような感覚で、楽しくやってみようと思います。はい。最後まで2バージョンご覧になってください。さあ皆さん音楽始めましょう。音楽って聞くのも最高だけど、やる方がもっと最高。今ご覧くださってるガズレレ YouTube チャンネルではですね、今まで音楽やってみたいなと思ったんだけど、チャンスがなかったんですという方とか、楽器に挑戦したことあるんだけど、難しくて無理やめちゃったという方が、あっという間にウクレレ弾いて歌う弾き語りができる。こんなプログラムがあるんですよ。このプログラム。ガズレレプログラム、わかりやすくて簡単で面白くてどんどん上達できる。今もう全世界中で何十万人もウクレレガズレレで始めて回ってます。はい、皆さんもすぐできますよ。このプログラムのリンクをここに貼り付けてください。もうちょっとしたら、ここにジャンプしてもらって上から順番に YouTube 動画見ながらウクレレ触ってるだけで本当にすぐできますからね。 YouTube 動画ですから完全無料。今すぐ音楽始めましょう。じゃあプログラムのリンクをここに貼りますよ。いってらっしゃい。ここからです。スタート。いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきた、もう あらゆるジャンルの、世界中のあらゆるジャンルの曲が、このちっちゃいウクレレ一本でめちゃ簡単に弾けるようにしているレッスン動画と課題曲がもうすでにですね、1800曲以上、もう軽くオーバーしております。皆さんの好きな曲も必ずあると思います。曲名とスペースガズレレで YouTube 内で検索していただくと、いろいろな曲出てくると思いますよ。ぜひ皆さんこれから音楽を聴くからやるに変えていきましょう。それではやってまいりましょう。キャンディーズの春一番、今歌いたい曲だよ。はい。まずはシンプル簡単バージョンからやってみます。1,2,3,4。雪が溶けて川になって流れていきます。つくしの子が恥ずかしい。もうすぐ春ですね、恋をしてみませんか。でん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 。 1,2,3,4。 ひだまりにはスズメたちが楽しそうです。雪を晴れて猫柳が顔を出し、一つ大人
1番ガゼレ流シンプル簡単バージョンゆっくりとやってみました。いやー元気になっちゃう。これ、なんか、結構、暗めのコード進行じゃないですか。Aマイナーから始まるし、雪が溶けてなんですけど、不思議になんか明るい感じしますよね。元気があるような感じがする。やっぱキャンディーズの3人のイメージがあるからかな。なんかね、ちょっと元気曲かなと思うんですけどね。コードはマイナーから始まるんだけど、不思議だなと思いました。この曲も知らない人はいないでしょ。これ本当にね、最高ですよ。もうまず、やっぱりさっきも言ったけど、シンプルでわかりやすい。つまり簡単なんですよね。簡単だけど、やっぱり感情を込めるとか、歌にこうね、雰囲気を込めるっていうのはそういうところで測れないことがあります。まずは四つ弾きで感情を込めて、今の季節を思いっきり太陽を浴びながらね、晴れた人がこれ気持ちがいいですよ。歌っていくのがいいと思います。はい。で、今聴いていただいて分かったと思うんですけど、ガゼレレオリジナルショートカットアレンジバージョンです。とはいえ、2018年にガゼレレで一回取り上げた時よりはかなり長いバージョンになってまして、ですね、つまりね、今、1番と2番やって、泣いてばかりいたってやった後に感想があって、前回はここでもう終わってたんですよね、2018年の時は。今回のバージョン、ここに、3番を入れて、そして最後のところに突入しました。本当は4番まであるんですよ。でも4番は、まあちょっとそこはちょっと省略させてもらって、これコード進行一緒ですからね。ちょっとセミロングバージョンということですけど、原曲に比べたらちょっと短いですけど、そんな感じでやっております。フルコーラスでやりたいなと思う方、コード進行一緒ですから、4番の歌詞を書き加えたら、フルコーラスできるようになると思います。はい。で、感想はちょっとガゼレレオリジナルの一番印象的な感想をちょっと散りばめております。ここはちょっと後のね、楽譜見せるときにも解説しますけれども、ひとまずはですね、今のガゼレレバージョンで練習スタートです。動画の中に歌詞とコード出てますから練習一緒にしてもらってですね、1個目のゴール設定としてはガズさんの YouTube と一緒に合わせて歌って演奏できるようになったらもう1個目のゴール達成だと思います。そこまでね、練習してみてください。で、一緒にできるようになった方おめでとうございます。じゃあ次のステップは何かというと、今度はガゼレレ YouTube を一切見ずに、皆さん一人だけで歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す、これをやっていただきたいなと思うんですけど、最初から歌詞とコードを覚えるっていうのは大変でしょうから、最初のうちは楽譜的なものを見て、だんだん自分の中にこう落とし込んでいって、いずれは覚えちゃって、それこそこう春一番が吹いてるね、青空がちょっと暖かくなって、これ外で弾くとか最高ですから、ね、で、覚えちゃって歌うようになれるのが一番最高だと思うんですけど、まずは楽譜練習からがいいかなと思います。でも楽譜ってどこにあるのと思うかもしれないんですけど、安心してください。今の演奏はですね、ガグズが手書きで書いたノートを見ながら演奏しております。こんなような感じで紙に書いているのを今見ながら演奏していったんですけど、もうちょっとしたら大きく画面に映してみんなもこんな風に書いてみたらいいよってシェアしようと思うんですけど、今すごいいいサービス始まってます。これです、ガズクラブです。はい。このガズクラブというのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げたキャンディーズの春一番を含むガズが今まで手書きで書きまくってきた膨大なノート楽譜のストックの中から毎月5曲皆さんがこの曲いいな、今のこの季節この曲弾きたいわという曲を選んでですね、5曲ね、すぐにデジタルデータとしてお手元にダウンロードしていただいて、この楽譜って全部 YouTube にリンクかかってますからね、すぐに練習に入っていけるよというね、画期的なサービスなんです。そしてこのガズクラブはですね、楽譜のダウンロード以外にも毎月2回、全世界中の方が参加してくださってくれるものすごい盛り上がるオンライン大セッションイベント、毎月2回ですよ、オンラインクラブメンバー限定で開催していたりですね、皆さんの演奏動画アップロードできる場所があったりとか、なんかそのガズクラブだけのいろいろイベントが、限定イベントがあったりとか、とにかくここは一個の村みたいな感じで音楽をいろんな形で楽しむの、いろんな老若男女集まって音楽をガズレレで楽しもうみたいな、そういうことになってます。これ楽譜のダウンロード以外にも一個のね、こう村作りとして動いてますね。はい。これ概要欄にね、詳細貼っておくんでチェックしてください。それとはちょっと別なんですけど、このガズレレ大学っていうのもやってます。このガズレレ大学はもう読んで字のごとく大学ですので、ちょっと難しいリズムのお勉強とか、このフレーズここがちょっと難しいとか、8ビートのこの16ビートのこの指使いだとか、ここのフレーズのこの指とかコードとか、そういうことをね、毎週2回のライブ配信でチャットでやり取りしながらリアルタイムで、講義を行っていくという YouTube メンバーシッププログラムという、YouTube のサービスを使っているコミュニティがあります。これもね、なかなかこれはね、面白いですよ。こっちの方もね、概要欄に入って、貼っておきます。あとはね、他にもいろいろやってるんですけど、毎朝7時半からラジオ放送をやってます。スタンド FM というね、アプリの中で、ガズラジというラジオ放送をやってます。これめちゃくちゃいい話してますから、ぜひ皆さんこれ、無料でね、いつでもどこでも聞けて、アーカイブも残ってますんで、ぜひガズラジもですね、チェックお願いします。こっちも概要欄に貼っておきます。それでは、楽譜を見ていきましょう。春一番、キャンディーズでございます。今日ここ丸1って書いてあるってことは2枚にわたってますからね。はい。とはいえめちゃシンプル。はい。見ていただきますか。この Am C G7 Am Am C もう1
コードはもうシンプルで簡単ですよ。はい。歌もですね、この歌は知ってるでしょ皆さん。これ歌の練習はしなくてもこの曲大丈夫だと思う。そのぐらいね、我々の中ではまあお馴染みかなというふうに思うんですけどね。まあなんせやっぱり親しみやすい。これがいいと思います。この時期思いっきり歌っていきましょう。まずこんな風に写しておくので、一時停止してもらってノートとかに書き出して練習してください。あとはね、さっきも紹介させてもらったんですけど、ガズクラブで、このノートのデータをダウンロードしてもらうのもすごく有効だと思いますよ。まずこのガズのノートの特徴、この点、雪が溶けて川に、このリズムが始まるときにこの点が打ってあるんですよ。これが結構ガイドになると思います。この雪がとかこう伸ばすところとかね、こういうのとかもあの歌詞カードにはない表現なんで、かなり参考になるかなというふうに思います。で、ここ見てもらうとこうメロディー1って書いてあるでしょ。ここ感想なんですけど、このメロディーっていうかフレーズがすごくいいんで、何回もね、このフレーズを取り入れようと思います。はい、本当はここ1回しか出てこないんですけどね、これがね、ちょっとガズレレアレンジになっています。で、ここから2番ですね、2番の A メロ。はい。コード進行は1番と同じですね。で、ここ。はい。ここがまあ一応 B メロというかですね、泣いてばかり、いたてーということですね、これね。ここ印象的です。で、ここ、恋をしてみませんかってなります。したらですね、ここから後半のもう1ページに飛びます。はい、このナンバー2、春一番キャンディーズの2枚目の楽譜に到着しました。はい。ここ感想を入れますね、また。はい。そして、3番が始まります。ひだまりにはスズメたちが、はい。これもコード一緒ですからね。簡単コードで。行きましょう。そして本来だとここにね、4番の A が入るんですけど、ここはショートカットしております。もしやりたい方は感想を挟んでもう一回これをやるといいと思うんですけど、はい。今回のガズレレアレンジでは、ここはもうね、ラストの、B メロに行こうと思います。はい。もうすぐは、別れ話したのはってところですね。別れ話したのは、ここに、行こうと思います。はい。で、ここ最後、もうすぐ春ですね。恋をしてみませんか。2回繰り返して、終わるんですけど、最後ね、エンディングとして、またさっきのこのフレーズ1の感想のメロディーを弾いて終わった。これがガズレレアレンジになっております。ここのね、感想もメロディー1で、さっきの感想ですね。このなんか、ここのメロディーがすごく印象的だった。ガズレレアレンジでは、あのメロディーを、いっぱいフューチャーしましたよ、ということでございます。はい。まずはですね、ちょっと、コードから見ていきましょう。今日出てくるコードは、6つです。6個だけ。言っていきます。C と F と Am と Dm と G7 と E7。これは嬉しいやつ。ガズレレではこれもうめちゃくちゃ入門コードですからね。これ助かるやつ。はい。この入門コードつまはこれです。ドン。ガズレレ必須コードでございます。このガズレレ必須コードつまは一体何かというと、このちっちゃいウクレレで音楽始めたいなと思っている皆さんに一番最初に覚えてもらいたい入門コード10個のグループです。10個もあるのかと思うかもしれないんですけど、入門コードだから。1個ずつ見たらどれも簡単。だけど、いっぺんに同時に10個覚えようと思うと、僕、ごっちゃごちゃになるんで、私が皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃう、めちゃくちゃいい動画を撮ってます。ここにその動画のリンク貼っとくんで、ぜひこれ見てね、楽しくコード覚えちゃってください。今日そのうちの6個ですからね。これは嬉しいやつです。皆さん、どんどん歌っていきますが、これ初心者さんもまずね、こういう曲で、こう4つ弾きでもまず演奏して気持ちよく、この音楽って楽しいなってことを実感できると思うんで、はい。これね、周りの方でね、ウクレレやってみたいなという方、この曲を紹介してあげるのもすごくいいかもしれませんが、春でこうね、ちょっとウッキウキする曲だし、はい。歌はもう説明いらないですよね。これは歌えますよね。シンプルだもん。はい。どんどん歌っていきましょう。じゃあ、ここからかっこいいバージョンの解説に入っていきます。かっこいいバージョンはですね、コード進行全く一緒。で、弾き方ですね、やっぱり。これはもうこの リズムしかないです。今日出てくるリズムはこれです。ドン。8ビートのチャ。これでも疾走感抜群に、春一番ってこれ風の吹くね、春が来たよっていうね、こう南風みたいなのがね、やっぱさ、春一番ですから、そのイメージでやっていきます。どんなリズムか、じゃあ Am を押さえて弾いてみます。ワン、ツー、スリー、フォー。これがね、打楽器の要素を出してて、こうリズム、こうビート感を高める。ドン、パトス、パン、こうドラムのフレーズみたいな感じで聞こえるということで、このリズムがもう最適ですね。このリズムの弾き方、ここにリンク貼っておきましょう。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中から8ビートのチャ、濃厚解説レッスン動画、もうすでにそこにアップロードされておりますので、弾き方じっくり見て、ものにしてください。8ビートのチャはガズレレのね、もう1800曲以上取り上げている楽曲の中でもね、まあ本当に多いリズムなんで、ぜひマスターしてください。これじっくりやると楽しいですけどね。まずは8ビートが基本、8ビートができた後に8ビートのチャっていうな感じでやっていきましょう。では曲の流れで、説明しようと思うんですけど、今日はね、2つのポイントがあります。まずね、最初から最後まで8ビートのチャで、もうずっと突き進む感じなんで、ここはね、嬉しいポイントなんですけど、まず1個目のポイントは、
間奏のメロディーを弾いてみようということですね。間奏のメロディーちょっとどうやって弾くか、ちょっと今デモ演奏しています。いきますよ。ワン、ツー、サン、シー。いいでしょ。メロディーだけ弾くと、テンテンテテン、テンテンタン。はい。これをコードを弾きながらストロークで弾いちゃう。はい。これを解説していきましょう。これ気持ちがいいですからね。はい。タブ譜っていうのが登場します。このタブ譜はですね、以前めちゃくちゃわかりやすく、このタブ譜を読み方を、解説している動画があるんで、この読み方わかんない方は概要欄にね、貼っとくんでですね、ぜひこの読み方をマスターして、ちょっとここに戻ってきてください。まずじゃあちょっとね、最初弾いていきます。最初は3000、これ C なんですね。C。これ1弦から3000、こうやって読みますよ。ほんで、3弦、1弦の、今1弦の3弦でしょ。その次、2、次、0ってことはもう全部離しちゃうわけ。ここまで OK? ゆっくりやるよ。1弦の3、2、0。はい。全部弦弾いていいですからね。右手は。もう一回。3、2、0で、その次に2弦の3。はい。これが前半。ゆっくりやります。せーの。こんな感じですよ。最後の2弦の3フレットは、こういう音になりますからちょっとね不思議な音ですけど、はい、その次のバース後半はね G7 を下げます。そうするとこのタブ譜で見ると2120ってことになりますね。これ今映ってる矢印が書いてあるが G7 ですね。ここ G7 弾いたら今度は小指で2弦の3フレットを押さえます。ここがちょっと難しい。ちょっとアップにしますよ。 G7 押さえといて小指でここですね。これです。 G7 押さえといてこれ、まあ、要はこれコードで言うと G というコードになるんですけど、このメロディーを使います。はい。で、あとは Am、 これだけなんですよ。なんでこれゆっくりまずね何回も確認していただいてリズムに乗るといいと思います。つなげて最初から超ゆっくりやってみましょう。せーの。こんな感じで、ストロークの中でこのリズムの中に押し込むとどのぐらいの速さになるかっていうと結構速いです。1、2、3、4 Am でチャが入る感じですね。それまではフレーズが入ってるんでチャを入れられない感じですね。もう一回やってみます。で、1、2、3、4。はい。今みたいにジャージャカジャージャカみたいに、この辺はこうラフな感じでいいですよ。もう一回やってみましょう。せーの。これできるようになるとかなり気持ちがいいんでね、ちょっとじっくり分析してこのタブ譜をじっくり見ながら練習していきましょう。タイミングがね、メロディーラインを知ってたら結構いけると思います。ぜひちょっとじっくり取り組んでみてください。そしてもう一つのポイントがですね、一個だけキメが入ります。ここがちょっと可愛らしいキメですね。要は B メロというふうにガズが言ってるところで、泣いてばかりいたっての後半のところですね。ちょっと B メロ全部やってみましょう。泣いてばかりいたって幸せは来ないから、思い込むと次ですよ。かけませんかパッパ、もうすぐここはタッタ、できればここタッタっていきたいさ、綺麗よくいきたいんで、これカッティングできる方はカッティング見てて左手こうやって一瞬止めることができます。でもカッティングちょっと難しかったら右手でもちょっと忙しいけどこれでも大丈夫です。これパッパーってこうキレがよく止まるとかっちょいいんで、まあちょっと余裕出てきたらこんなこともやってみていただくといいかなと思います。これだから後半のところでもね、B メロ出てくるんで2回出てくるということになります。はい。あとはもう8ビートのチャで気持ちよくこう、春一番の風に乗ってシューッとこう通り抜けるような感じで、やってみるのがポイントだと思います。これはね、かなり楽しめる要素満載じゃないですかね。はい。それじゃあやっぱ忘れちゃいけない。歌の歌詞の内容ですよ。もうつくしの子も出てくるし、スズメたちも楽しそうだし、猫柳も顔を出してくるぞということで、春が芽吹いてくる今の時期、これもエネルギッシュに歌いたい、そんなもんパワフルな曲ですから、パワーをたっぷりで歌っていきましょう。さあそれでは行っていきましょう。キャンディーズの春一番ガズレレ流かっこいいましょう。やってみる。1、2、1、2、3、4。雪が溶けて川になって流れてゆきます。つくしの子が弾む、もうすぐ春ですね、ちょっと気取ってみませんか。
ないから重いコート脱いで出かけませんか。もうすぐ春ですね。恋をしてみませんか。日だまりにはスズメたちが楽しそう。すぐ春ですね。恋をしてみませんか。もうすぐ春ですね。恋をしてみませんか。せーの、キャンディーズの春一番2022年バージョン、かっこいい版やってみました。このメロディーがいいですよ。あのメロディーがね、すごい印象的なんですよ。なんか爽やかで、あれをこう自分で奏でられる気持ちがいいなというふうに思いました。今の時期全開で歌っていこう。そして皆さん、最新のお知らせです。いよいよですね、ガズレレと G ラボで、このね、 G ラボっていうのはこのガズのワーママクレルとか作ってるチームなんですけど、イベント開催することになりました。やったー。日にちはですね、2022年の3月19、20、21の3日間、場所は、東京はお台場にあるデックス東京お台場ビーチで行います。軽トラでね、山盛りにしてウクレレ満載にしていきますよ。試奏したり、もし気に入れば、種類によりますけど、ご購入いただくこともできます。ガズもね、毎日、そこに参加するんですけど、だいたい15時から17時ぐらいの間に、いるかなという感じですけど、まあそれ以外の時間もフラフラしているかもしれないんですけど、まあもちろん感染対策も万全にして行っておりますので、その辺のところちょっとご了解いただいてですね、ぜひともお時間ある方遊びに来てください。詳細はちょっとここにリンク貼っとくんでね、ぜひご覧になってください。このガズレシピ、皆さんのスマホに入ってますか。これね、どんどん進化してるんですけど、これアプリなんですよ。ガズレレの、楽譜が見られるアプリなんですけど、この中でね、楽譜がね、いろんな楽譜が見られることになってるんですけど、1曲からでも、ワンブロックごとの、まあ、本みたいにセットで買うとすごい割安になったりします。で、今回この度ね、また40曲の新たなブロックボリューム7が追加になっております。ちょっとアプリもぜひ見てみてください。これめちゃくちゃ分かりやすい、アプリになってまして、楽譜がですね、簡単版とかっこいいバージョンの2バージョン記載されていたり、メトロノーム機能だとか自動スクールロール機能がついていたりとか、もう本当に新世代ですから、皆さんのスマホタブレットでめちゃくちゃ見やすい仕様になっております。そしてこの、アプリで使用している楽譜がなんと本当の本にもなっております。リアルな本ですよ。これはガズレレが出版している本でございまして、さ、この後紹介するリットミュージックの本とはちょっと違うやつで、こっちはかっこいいバージョンのね、さっきも言ったけど、このガズレシピっていうのは簡単版とかっこいいバージョンの両方の表記があるっていうところがちょっと特徴的でございます。これはですね、もう大絶賛 Amazon でご購入いただけるような状態になってますので、ちょっと Amazon 内でガズレシピと検索してみてください。そしてガズレレではですね、日本の最大の楽譜出版会社リットミュージック社さんより、こういうね、楽譜、簡単楽譜の、出版をしております。今4冊出てるんですけど、これがものすごいベストセラーになってまして、ありがとうございます。この4冊で累計16万部を超える、すごくヒット商品になってるんですけど、やっぱり、ね、簡単でとにかくわかりやすいっていうのが特徴です。この本はですね、もう大型書店さんとか楽器店さん、もちろんインターネット書店さん、Amazon とか楽天ブックスさんとかも、もう置いてあります。これは本当におすすめですね。初心者さんはまずはこれを、ゲットして練習していただくのがいいと思います。その他にガズレレではいろんなグッズもリリースしてます。このストラップとかキャップはハニーさんのハンドメイドだったり、これについてる水引きなんですけど、これ私の両親が水引き歴も50年以上と大ベテランが作って手作りものだとか、まあいろいろそういうこともあったりとか、まあまあこのガズレレのホームページ見ていただくと大体のことわかると思うんですけど、とにかくいろんなことやっております。このウクレレもね、毎月後半にね、予約注文とか受け付けて、またそれもね、 YouTube でもアナウンスしてますけど、とにかく山盛りガズレレのホームページをご覧になってください。さあ皆さん、楽しく音楽やっていきましょう。音楽って聞くのもいいけど、やる方がもっと最高。ガズレレ YouTube チャンネルと、最近ではね、鍵盤楽器ピアノでもガズレレのやり方でやったらものすごく面白いよっていうね、ガズピアノという、YouTube チャンネルも始めてます。こっちもめちゃくちゃ簡単でめっちゃ面白いんで、これもね、ガズピアノぜひ、探してみてください。楽しく音楽やろう。それじゃあ皆さん、さよなら。